皆さん1年間応援ありがとうございました。今シーズンはチームとして苦しいシーズンで、皆さんにも、いい思いをさせてあげられなかったことが本当に僕らも悔しいです。最後福岡戦絶対チームとして勝って皆さんに笑顔を届けたいと思ってます。頑張ります。